ダロル・アンガーはアメリカ合衆国のバイオリン弾き。ダロル・アンガーは21歳の時にデビッド・グリスマン・クインテットの創設メンバーとしてポピュラーミュージックの世界に入った。アンガーは1977年にマンドリン弾きのデビッド・グリスマンと彼のバンドであるデビッド・グリスマン・クインテットで1977年にフィドル弾きとしてデビュー。また、タートル・アイランド・ストリング・カルテットを デビッド・バラクリッシュナーと共に1985年に結成。自らの演奏のほか、作曲やチェンバージャズバンド向けへの編曲などを行っている。しばしば DGQ の名優であるマイク・マーシャルと共演をしている。アンガーはピアニストのバーバラ・ハイグビートパリで演奏をし始める。1982年には共にウィンダム・ヒルでレコードをしたタイドラインをリリース。 その2年後、ナロル、アンガー、バーバラ・ハイグビー・クインテッド・オマイク・マーシャル、トッド・フィリップス、アンディ・ナレルと共に結成。このバンドは1984年に、モントレックス・ジャズ・フェスティバルにて演奏。後にこのフェスから、バンド名を、モントレックスと改める。2つのスタジオリリースの後、1990年に、バンド解散。アンガーは1985年結成の、 タートルアイランドストリングバンドを続ける。マイク・マーシャルとは、モントレックスや後のサイコグラスで共演を続けている。また、バーバラ・ハイグビーや、マイケル・マン・リンとも時折共演している。クラシック、フォーク、ジャズを土台として、スコット、ニ・ガードと結成した、リパブリック・オブ・ストリングを率いている。さらにマイク・マーシャルとのデュオや、ファイコグラス、ブルーグラスグループ。 メンバーはマンドリンにマイク・マーシャル、ベースにトッド・フィリップス、ギターにデビッド・グリア、バンジョーにトニー・トリシカ、フィドラーズ・ウォー、ミスター・サンなどのバンド活動も行っている。アンガーはしばしばピアニストのフィル・アバーグとも共演。トニー・ライス、ステファン・グルペリー、マーク・オコナーといったアーティストから、マリン・ウォルソープ、ビル・エヴァンズ、ニッケル・クリーク、クリス・シーリーパンチ・ブラザーズ、 ヤンダーマウンテンストリングバンド、ベラ・フレック、タルカ、アノニマス4といったアーティストに至るまで幅広く共演やレコーディングを行っている。彼の演奏は NPR、エスカートークのテーマソングでも聴くことができる。アンガーはサンフランシスコ沿岸部に長く住んでいたが、その後引っ越し、現在はメイン州ポートランドに在住している。バイオリン職人、 ジョナサン・クーパーの指導の下で日本のバイオリンの制作を行ったほか、2010年にはバークレー音楽大学で准教授となった。2011年6月にオンライン指導のフィドルスクールでブルーグラスの教師として教鞭を取り始めた。ありがとうございます。